マンです。今日もまた買い物的な買い物動画です。買い物っていうかレビューか、レビュー的な動画になります。今日買ったのは、まあ、あのサプリメントアイハーブで買ったんですけど、まあプロテインとあとはまあその他もろもろ、まあ紹介していきます。紹介ってか初のサプリメント系の紹介ですね。結構プロテイン以外にも初めて取るサプリメントもちょっと取り入れてみようかなと思って、まあ、それを使っての、まあ、1ヶ月経ってからのどんぐらいだったで効果あったかっていう的な動画にも作ってみたいと思いますので、まあこれの今紹介するサプリメントの、まあ、参考とかになればなと思いましてやっていきたいと思います。ふーん、ダメ。お、なんかへこんでるぞ。まずはオプチマンホエープロテイン。味はね、俺前これ前にも買ったんですけど、前っていうか前これの1個前にから、まあ、オプチマンにして、前の味がねコーヒー味買ったんですけど、あれも結構コーヒー味結構美味しいですよ。で今回はね、うん、なんだっけな、なんとかクッキー、味書いてねえ、あ、クッキー&クリーム、お菓子系の味っすね、美味しそう。まあこれ 2.5kg 2.27kg 超中途で、あとはですね、まあ今ざくっと紹介とか出してみます。シックススターっていうブランドのテストステロンブースター、まあ、テストステロンを高めるっていうやつかな、のこれでも安かったですね。1000いくらで60カプセル、意外といいですね。であとはこれ AHD BPI スポーツっていうブランドかな、これもテストステロンブースターですよね。であとは GMA プロ、ズーマか、どちら、これはどっち、テストステロンを作る的な感じのサプリかな、確か。で、あとは、なんかこれ、ヤバめな感じのアナボル5、これですね。てか、見えねえか、そっからじゃあ。はい。ってことなんで、まあ、細かい説明的な感じしたいと思います。まずはこのアナボル5、ブラック。筋肉をまあ、作ってくれる的な、成分とか、まあ効果言いますよね。あんまね、詳しいこと俺全然わかんないから、下手に言うとね変にあれになっちゃうから、まあ今これにアイハブの説明欄そのままちょっと読んでみようかな。まあ筋肉作ってくれると、あとより強く&より引き締める、だから引き締めるっていう効果もあるってことだよね。あと超強力って書いてある。タンパク同化ステロイド剤不使用、ステロイドではないっす。まあ栄養補助食品、この説明欄強調してない、まあステロイドではないっていう感じっすね。まあ筋肉疲労とかそういう系と戦いますって書いてある。まあ筋肉を高める的な感じっすね、ざっくり言っちゃうと。2カプセルを1日2回で、朝起きて2カプセルと、あとはトレーニング後に飲む。そう、トレーニングない時だったら、まあ、夜の晩飯の後に取ればいい感じですかね。12週間使用したら2週間休養した方がいいってことですね。多分体が慣れちゃうと効果がなくなるから、1回2週間の休養を取ってまた取れば、まあ、また同じような効果あるってことですね。まあ、いいサプリですね。これを使ってどんだけ、まあ、やっぱね食事がね一番いいんですけどね。やっぱみんなよく言うし、食事をとってのやっぱ補助だから、そこを忘れずに、まあ俺もそう言い聞かせてちゃんと食べて、まあちゃんと、まあ、筋肉にいい、体にいいものをとって、まあそれでサプリですね。です。下手に説明してもな、分かんないよね。まあ一応リンクっていうか、まあ、アイハブのリンクも貼っとくんで、気になったらまあそこで説明欄見た方が
いいですね。俺が下手に喋るよりかは。で、あとはね、ユニバーサルナトレーション。まあ、これはジーマ。まあ、テストステロンを取り入れるってことだよね、これ、いわば。そういう系。まあ、男性ホルモンを増やすってこと。で、あとはもう、オプチマ。これ結構安いですからね。やっぱ、アイハブで買うと、全然安いっす。今まで俺、やっぱ、アマゾンとか、楽天とかで買ったんですけど、マジバカ。全然違う。2、3000円は違う。下手したら5、6000円違うかもしんない。場所によっては。本当にこれ、向こうのドルで買ったんで、カードで買ったんですけど、カードで買うと、ドルで払わさられるのかな、わかんないけど。全然、だからね、あの、日本円で表示してるのと、合計すると、ドルで買った方が全然、サプリ1個分ぐらい違うぐらい、まあ、2、3000円ぐらい、まあ、違うっすよね。今回、だから、日本円で1万7000円ぐらいいってんのかな。それだけど、1万4000円ぐらいで買えちゃいましたね。でね、これね、結構やっぱいいっすよね。安い割には結構、1回取る分のプロテインの量が多いし、1杯でかな、これ。24g。で、BCAA とかも入ってるし、まあ本当にコストパフォーマンスは最高にいいですね、これは。まあこれはまあ、普通のプロテインだから、みんな取ってんもんね、プロテイン。やっぱでも、安くてコストパフォーマンスがいいやつがいいっすもんね。高くてもね、結構お財布に優しくないから。で、あとはこの6スタープロニュートリション、ニュートリション、テストステロンブースターエリートシリーズ60カプレ。これさ、9ドルなんだよね、向こうだと。だから1000円以下。でもね、アメリカ売上ナンバーワンの筋肉増量サプリメントブランドって書いてある。これもだからテストステロンを増やすってことでね。ブースターってのはどういうこと？あの、いわば、男性ホルモンを女性ホルモンに変換されるのを防ぐってことかな。勉強しないとね。まあでも本当に売上ナンバーワンっていう書いてあるから、結構いいのかもしれないですね。はい、でまあこんな感じっすね。まあこれも気になったらこれも確認してみてくださいです。で、あとは結構期待できそうっすね。これはこれと、だからジーマを一緒に取ればコンビネーション抜群的な感じになりますよね。で、毎日同じ時刻に毎日1カプセル午前中に取る。だから朝起きた時の方がいいのかもしれない。最良の結果を得るために8週間ぐらいやったら、まあ1ヶ月ぐらい休みを入れる。まあ慣れちゃいけないからね、やっぱこういうのに。慣れたらもう効果なくなっちゃうからね。一回どっかで取らない時期を取って、またバンと取ればバンと。だから筋トレと一緒っすね。マンネリになっちゃうと何にも筋肉に良くないからね。まあてな感じで、まあこれを使って、まあしばらく様子見て、また動画を上げて、まあビフォーアフターとまではなんないけど、まあどんぐらいの結果があったかっていう感じでやってみたいと思いますので、まあどうか確認というか見ていただけると嬉しいです。まあちょっと参考になればな感じですね、本当に。少しの参考、本当に。また本当に気になったらみんなちょっと自分で見て、あ、これいいなと思って、まあ買ってみてはいかがでしょうか。まあ、てな感じで今日はこんな感じですね。まあ、サプリメント買ってみたよー的な動画です。ではまた、まあ、これが良かったら高評価お願いします。あとはコメントもどうかよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。ではまた。見ているの？